今日お腹が出てるぞと思った日はこれをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をしっかり引っ込めるための速攻性のある腹筋3種目を紹介します。各10秒しますんで、計たったの30秒の腹筋になります。まあ、腹筋でお腹をしっかり引っ込めたい場合はですね、腹横筋というのをターゲットにして使ってください。その腹横筋はですね、息をしっかり吐きながら腹筋に負荷のあるっていうエクササイズになります。まあ、今回ですね、3つ紹介するんですけども、お腹を縮めた状態でキープ、そこから少し伸ばしてキープ、しっかり伸ばしてキープ、そういった3種目になります。まずやり方を説明します。まず寝た状態で膝を上げてですね、膝90度です。こっからしっかり起きて、お腹を引っ込めながら息を10秒吐きます。そしたらしっかり息を吸って、こういう感じでお腹を引っ込めて10秒キープで、最後にこのままバンザイをして10秒キープといった感じになります。なのでしっかりお腹を引っ込めるクランチキープ、そして今度逆プランクをキープ、最後にデッドバグをキープという感じになります。できるだけ息を細く長くお腹を引っ込めてください。この3種目をやる前とやった後ではですね、お腹の引っ込み具合が実感できると思います。では頑張っていきましょう。いきます。お疲れ様でした。たったの3種目、まあ、計30秒でしたけども、もっとできる人はね、もう2セットぐらいしっかりやってもらうとお腹しっかり引っ込みます。で、息がね10秒間吐き続けれなかった人、そういった方はやはり腹横筋が弱くてですね、お腹をしっかり引っ込める力が弱い感じになりますので、もちろん息を吐く太さっていうのもありますけど、できるだけふーっと口をたがらして、長くじわじわお腹をしっかり引っ込めていくっていう意識をしてください。いっぺんにねふーって吐いてしまうと、腹横筋がシューってなる前にふわっとね腹横筋の力が抜けちゃいますんで、細く長くしっかり吐くことがお腹を引っ込めることの筋肉につながりますんで、よかったら参考にしてやってみてください。もちろんね、これ動画見ながらできなかった人もですね、できる環境になってからまた見ながらお家に帰ってやってもらえたらと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。頑張った方や参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録してない方はね、そちらもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。